こんにちは、令和新選組ファンの皆様、そしてアンチ令和新選組の皆様、まあどっちでもいいんですけども、とりあえずまた情報更新します。今日はね、ちなみに男組の帽子でございます。 I'm waiting for you 4枚目のアルバムですね。もう30年ほど前にリリースされたもんですけどもね。で、この帽子は今回男組の再結成に際してですね、新たに作られたものです。男組のロゴもちょっとね、浮き彫りで入ってますね。かっこいい。それからこれもね、男組の T シャツです。 My Life って、私のね、大好きな曲のタイトルが入ってて、バックプリントもあるんですよ。という感じでね、男組ファンということもバレてしまいました。バラしてどうすんやって感じですけども、今回の動画はですね、野党共闘についてなんですよ。急に令和新選組のネタに戻りますけども、野党共闘ってね、以前令和新選組は立憲民主党にまんまと利用され、騙されて裏切られたというね、三重苦でございます。本当立憲民主党ろくなことしないんですよ。こんな政党なくていいのにね。何なんでしょうね。まあ一部議員さんの中には私がね、まあ、結構気にしているっていうか好きな方もいらっしゃるんですけどもね。うん、でも全体的に党としてはもう不要ですよね。立憲民主党っていう、そのタイトルがついただけで、なんだかもうね、もういいよお前らはっていう風な感じに私はなっちゃうんですよ。まあ言ってみれば、立憲民主党が野党第一党としてのね、役割を全く果たさずに、まあ、ちんぷんかんぷんなことしてね、ついに維新の会にも舐められるようになって、どうするんやって話ですよ。もう立憲民主党やることがないですよね。それこそ何もしていない国民民主党の方がまだね、マシだったりするわけなんですけども、どのように皆さんに映るでしょうか。で、今回は野党共闘の話なんですけども、野党共闘についてどう思うかっていうふうなね、ご質問が外線の中で上がった時に、山本太郎さんがね、静かな怒りかな、複雑な思いを込めてお話をくださいました。そうだよね、無理もないよねっていう、私も思います。で、もともとね、与党もダメ、野党も役に立たない、だから第三極として、まさに私たちの声を、まさに国民の声を代弁する政党として令和新選組があったわけですよ。何なんですかね、立憲民主党をはじめとして、国民民主党もそうですけども、その他名前も私も覚えてないようなね、政党ありますけども、本当に邪魔。本当に、なんでお前ら存在してんのと思いますよ。なんていうのかな、結局万年野党って歳費をバンバンもらって、言いたいこと言って、それが通らなくても自分たちはお気楽ハイハイなんでいいでしょうね。下手に政権取ると仕事が忙しくなるから、責任も来るし、だからめんどくさいことは自民党に任しといて、高みの見物を決め込める、そんな身分なのが立憲民主党ほか野党の皆さんなんじゃないですかね。だから下手に戦って勝ちたくもないみたいなね。まあそもそも勝てる要素はないですけども、誰に対して勝てるのかどうか分かりませんけど、最近はね、令和新選組員までね、目の敵にしてますよね。おいおいと思うわけですけども、まさにもうね、令和新選組が骨の髄まで国民の代弁者ですから、もう迷うことはないですよね。ということで、令和新選組万歳、動画の方をご覧ください。別の共闘が行われてるんですね。自民でしょ、公明でしょ、維新でしょ、国民民主でしょっていうね。だから事実上の偽装野党みたいなところが政権にすり寄りながら、次は誰が下駄の雪になるかっていう争いですね。まあ、そういうところは順調に進んでるんですけど、一方で、その偽装野党ではない野党って言われるようなところ、立憲共産とか社民とか私たちとかですね、令和とかっていう部分において、共闘していくっていう部分に関しては、もう今絶望的であろうと。立憲民主党、野党第一党が、勝手にやるっていうことで、もうバラバラになってますね。はっきり言えば。で、これが一つになっていくかって言ったら多分ならないだろうと。で、私たちとしても前回の衆議院選挙の時に4割候補者下げたんですよ。で、野党統一候補っていう言われる人は一人もいなかったんです。まあ散々な目に遭いましたね。逆に言ったら。逆に言ったら自分たちのことを考えたら、自分たち独自でやる方がやっぱり伸ばせるんですよ。はっきり言っちゃえば。既存野党と一緒になんかやってるなって思われるよりもそっちの方が伸びるんですけど。まあそこまでを犠牲にしてでも消費税 5% にしたかったっていうことが唯一の私たちの下心だったんですけどね。消費税 5% にすればやっぱり助かる人多いから。でもやっぱりそれはなかなか実現しなかったっていう部分ですね。やっぱりそろそろもう私たち自分たちでやるってことをやっていきながら、やっぱり8人っていう数字では甘く見るんですよ。8人という国会議員の数は甘く見られます。野党の中で私たちを無視させないためには20議席が必要だってことですね。
そうなった時にやっぱり令和絡めなきゃ物事スムーズに進まないなっていうところをまず立つためには最初に20いるだろうと。そうなってた時に経済政策であったりとか戦い方、あの戦ってるふりじゃなくて戦い方ですね、そこをもっと強力にあの推し進めていけるのかな。私たち令和新選組が、ある理由は何かって言ったら、やっぱり強い野党を作るために私たちいると思います。政権交代しなきゃいけないから、政権交代に必要なものは何かって言ったら、やっぱり強い野党なんですよね。戦う野党であり、そして経済政策に対して非常に力強く推していくっていう、そのためにも自分たちの数を増やしていく、だから独自でやります。はい、はい、山本太郎さんといえば小沢一郎さんと共同代表として活動していた時期もありました。その時に山本太郎さんが、このままじゃダメだなと、小沢さんのところにいたら勉強にはなるけど、世の中が衰退するのが待ってくれんわ、自分でもうやるしかないな、つまりその心は何かっていうと、おそらくですよ、小沢一郎さんもこの政権を奪うところまでの情熱がなかった、もしくは山本太郎さんにはそこまで感じさせられなかったってことで、言ってみれば小沢一郎さんも山本太郎さんに見限られたとも感じれるんですよね。まあでも一定の敬意を山本太郎さんは小沢一郎さんに感じていらっしゃると思いますから、無礼な行いはないと思うんですけども、でも今回ね、野党共闘の時に、おそらく小沢一郎さんから山本太郎さんに打診があったんじゃないかなっていうふうに推測するんですよ。でも、これも推測ですけども、小沢さん、ありがたい話ですよ、さすがにそりゃないですわ。そこまで私もね、お人よしじゃないし、仮に私が野党共闘今回応じたとしても、私を応援してくれて、れいわ新選組についてきてくれた、他の党員やサポーターさんが納得しないですよ。何ですか前回の野党共闘。挙句の果てには消費税減税は間違いだったみたいなことを言い出す人もいるわけじゃないですか。どういう裏切りですかぐらいのことを言ったかもしれないですね。いや、私が山本太郎さんの立場だったらそのぐらい息巻いたと思いますよ。まあでもこの日本にはもはや令和新選組一党独裁でいいんじゃないかなと思うぐらい私はね、結構令和新選組が肝入りだなと思いますけどもね。だってまともな発想を持ってないもん、他経済政策一つにとっても。それこそ令和新選組がパーフェクトではないですけども、でもベターであることは確かだと思います。とりあえず奨学金特製で9兆円で棒引き、これぐらいやりましょうよね。そしたら今負担にあえてる若者が新しい希望を得られてね、もしかしたら結婚して子供を作るかもしれないし、いろんな研究に打ち込むかもしれない。少なくとも奨学金を返るためにバイトを繰り返すとかね、闇バイト行くとかね、なんかその大久保公園で立ちんぼするとかっていう、そういう現実はなくなると思うんですよ。いかがですかね。はい、それじゃあ今回もありがとうございました。